この動画では犬をマッサージし始める前に犬に落ち着いてもらう様子、そして途中で中断されてしまった時のリカバリーの様子をご覧いただきます。こちらの犬をマッサージする時に気をつけたい犬に嫌がられる5つの行動、こちらの実践動画となっていますので合わせて見ていただくとより分かりやすいと思います。もういいよ、もう一回来てくれる、ドゥちゃん。マオちゃん、今動画撮ってたんだけど気にかめよ。ドゥさん、ドゥイさん、マオちゃん、今、あれ、動画撮ってるんだけど。マオちゃん、動画撮ってたんだけど。ありがとう。戻ってきた、戻ってきたの。皆さんこんにちは、ドッグマッサージセラピストの須崎愛理です。お家で愛犬をマッサージするときにはですね、毎回やるごとにお互いが慣れていって、そして効果的なマッサージが少しずつできるようになっていくというのが理想です。マッサージは1回やればそれで終わりというものではないので、犬に無理やり何かされたという印象を定着させないことがとても大切です。でタイミングというのもとても大事ですね、お腹空いてるとき、トイレに行きたいとき、散歩したいとき、遊びたいとき、犬にもいろいろありますので、そういう時間を避けて、一番落ち着けるであろう時間を狙ってやるのが成功に導く鍵だと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた来週の動画でお会いしましょう。